はい、どうも横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今回ですけども、このような、ね、構えの時に白が1位と入ってきました。はい、その時にどのような考え方を持って打っていくかっていうのをね、中心にやっていきたいと思います。まあ、3連星打つよとかね、お記号で打つことが結構あるよなんていう方はぜひ最後までご覧いただければ、まあ応用が特に効く今回の問題だと思います。考え方が非常に大事なところになってきます。まずね、これね、初めのうちっていうのはこういう風に自分がね結構一生懸命作ったところにドーンと入られるとね、なんて生意気な白なんだと、私の陣地なんか入ってくるなってついついね思ってしまいがちなんですけども、これ残念ながらね、まだね地というわけではないですね。たまにこう3連星引いただけで入られただけでね、ちょっとカーッとなってね、いや、こう私の中入ってこないでっていうね人もいると思うんですけども、これはねそこまでまだね私のものっていうわけではないですね。はい、だから当然白としても、まあ、どっかしら入ってくることはあると思うんですよ。ただここでそれを嫌がってはいけないですね。入ってもらうのがまず第一段階成功と思わなければいけません。後って、主導権の争いっていうのがまず一番最初に布石ではね大事で、どっちがより大きく見せて先に要はね入る方が攻められてしまうんで、できればやっぱ相手に入ってきてほしいっていうのがね、大事な考え方になるんですね。まあそれが主導権っていうことなんですけど、入ってきてくれたら黒はこの後攻めながら自分で局面を組み立てることができるよということになるわけですね。なので、まあ、入ってきてもらったらまずね嬉しい、 やっと第一段階成功したと、それぐらいの気持ちでいいと思うんです。でこういった石が来た時に、じゃあ取らなきゃいけないのかというと、決してそういうことではございません。取らなきゃ勝てないっていうわけじゃないんですよ。どっちかというと序盤早々だったらこういうの嬉しいんですけど、まあ取れればもちろん嬉しいですよ。取れたら勝ちで、生きられても外が強くなって黒が優勢、そういう展開に持っていくのが非常にね大事なところになってきます。はい、取れてよし、生きられてよしっていうことなんですね。はい、なんで、まあ、そのためにもですね、まずは、こちらね広い方に逃がさない、こっちスーッとねツケとか滑りとか逃げられるの嫌ですから、まずここでコスミツケから桂馬っていうのが大事な攻め方のポイントになります。でこの壁にね押し付けて、この中にまずは相手を封鎖する。でこのまず封鎖っていうのが成功すればもうねほとんどまず作戦成功と言っちゃってもいいぐらいですね。はい、で白がもちろんねこう切った時に、二間開きできるんで、取れるかっていうとそれすごく難しいんですよ。取れるかもしれないし取れないかもしれない、これは私もよくわからないんです。ただ取れなくてもいいんだっていうその考え方まず持つのが大事。結構こういうとこで自分の陣の中に入ってきたで勘違いして取らなきゃ勝てないんだって思っちゃうことがまず一番良くないです。はい、取らなくてもいいんです。はい、なので、じゃあ例えばどういうことかっていうと、これなんか隅にね滑られるの嫌なんで、例えばこうとかこうとか、ごめんなさい、ここに打つとかここに打つとかね、そんな感じになると思うんですけど、まあこちらねまずゆっくり止めてたとしましょう。でこの白生きようと思ったら多分、こういうとこつけて、これは跳ねる一手ですね。はい、でこここんな風に来てもこう止めて、でこんな風に来てね、はい、外に出ようとしながらとかね、ごめんなさい、でここに来たりとか、ここに来たりとかするわけですよ。はい、で外に出ようとしてももちろん逃げれませんのでね、これ以上は。はい、こう出てきても今度は切りがありますからね。はい、なのでここで跳ねて当てて、こんな感じで打てばですね結構目って簡単にできるんですよ。はい、でこうとか次、この後まだね、この角に置く手とかがあったりして、ちょっと白もさすがに手を抜くのは怖いんで、なんか打ってくると思いますね、こうとか。はい。で、これでほとんど生き形なんですよ。例えばこんな風に打ってれば確実ですね。で、今回、細かい手云々じゃなくてですね、こういったところで、要は生きられた時に、うわー、黒やられたって思っちゃわないですか？大丈夫ですか？はい。これは、初めのうちはやっぱね、黒あんだけあったのに、こんな風に生きられたら、やられたって思っちゃうかもしれないんですけど、これ黒大成功です。例えばこんな風にね打っておいても、ここが生きたんですけど、代わりにですね上の方も厚くなって、下このね下辺側も厚くなって、隅にも回ってとか、あとねここにダメが詰まったことによって切りとかが手が生じたりとか、もうかなりいろんなプラスがあるんですよ。なのでこれは黒がもうかなり成功してます。大成功と言ってもいいですね。はい、で仮にここでじゃあね白が、生きてるよっていうことで、その辺の細かい読みって難しいですよね。でも多分生きてるのかな、生きてるよっていうことで他に回ったとしましょう。他回ればもちろんさっきより全然いいんですけど、ただそれでも黒は決して不満がないんですよ。これだけ熱くなってるんでもう十分、まずその感覚が大事ですね。でこの後こういったとこでこれどうなんのっていうとね、この辺打ってれば十分生きるかな。はい、こんな風になって生きてますね。はい、これで生きてるんですけど、ただこういうのも先手になると字がまたちっちゃいですしね。はい、なんで生きてるんですけど全然不満ないんですね黒は。
たった2目で、で周りぐわー強くなってますから、はい、なので今回はその感覚がまずすごく大事。入られた時に生きてよしじゃなくて生きてよしですよ、生きてよし取れてよし、そういったと戦いに持ち込む、はい、こうなればね、はい、もちろんなんか相手が1個でもミスしたりとかすればすぐ取れちゃいますから、それでね勝つこともできますし、まあ今みたいにこうね、何ですかね、こう外当たり当たりしてね固めてまで生きるんだったらもうそれはどうぞどうぞということですね。なんでこのコスミツケからですね、ケイマーっていうこの攻めのパターン非常によく出てきますんで、ぜひ習得してもらえればと思います。はい、ここで飛び合いはねちょっと甘いですからね、これ簡単にファーッと外出ちゃいますから、ファーッと外出られると自分の方もまた心配になったりしますので、まずやっぱね封鎖するっていうこの打ち方大事ですね。で桂馬打つとどうしてもね、桂馬は怖いっていう人います。はい、桂馬は切られちゃうから怖い。うん、そう、その通り、桂馬っていうのは切れるんですよ、一間飛びに比べるとね切れるんですけど、ただ自分のこういう風に石数が多いときはこういった付け越しの切りはねそんなに怖がらないでください。うん、そうは言ってもですね、こう打てでもこう打てでもね、はい、こっちの方がいいかもしれない。うん、こうやっといて、そう、白は言ってもね、これ黒がいっぱいいるところでの切り違いですから、これは白がね結論から言うとかなり大変なんですけども、はい、なので付け越しね、どうしても怖いって思う気持ちは分かります、分かるんですけど、やっぱ自分が多いところではまず怖がらないっていうのも一つね大事な要素かなと思います。そう、怖いことってどうしてもあるんですけどね、読めないと怖いからやらないっていうんだと、ただねどうしても成長で止まってきてしまいますから、怖くても挑戦する、そういった気持ちもね自分の石数が多いところでは大事なのかなと思います。そうなんですね、なんでまずはねこういうとこ入られてもカッとならないっていうのが一番大事。うん、一番良くないのはね腹立ててしまってねカッとなって取りに行こう取りに行こうってやっちゃうと、大体ね、まあ、取ろう取ろうは取られのもとなんてね有名な格言もありますけど、そう、こういうのをね意地になって取り行きすぎると大体自分がね破壊されるようなこともよくありますからね。なんでその辺冷静に、うん、まずここに来てもらって作戦成功と思えるその気持ちがね今回は一番お伝えしたいところかなと思います。はい、で攻めつつ他で得するよということですね。例えばこういうとこに入ってきたりとか、こういうとこに入ってきても一緒です。3連星ってやっぱ中から入られるのは結構怖いっていう人多いんですけど、こういうのもですね攻めながら他を固めていくんです。こっちに入れば、そう、3連星ってもともとこっち入ればこっちが地になるよ、あと逆にこっちに入ればこっち右が地になるよっていう、そんな構えですからね。はい、なので入ってきたらね嬉しいんですよ。で例えばこんな風に打ってさばいてくること全然考えられるんですけど、うん、これも仮にねこんな風にやっといて、まあ、生きられちゃうと思います。全然生きる手はあると思うんですけど、ただ生きられてもですねこうやって攻めつつですねどんどんこう右とか左が地になっていけば成功なんですね。はい、なので入ってきた時にそのような考え方をまず身につけることで、すごく冷静に打つことができると思います。やっぱね相場を知らないっていうのは実は結構怖くて、それだけでやられてしまうなんてケースよくあるんですね。相場を知ってると、まあ、こう生きられても別に外熱くなればいいんだよねとかね、詰め子もそうなんですよ。要は答えがあるって知ってると解けません。実践だとそれ恐ろしく自分でも後で見たら簡単だなって思う詰め子が解けない経験って誰でもあると思うんですよ。もちろん私もそうなんです。問題ですって解かれたら言われたらね、多分3秒もあれば解けるような問題が実践ではうっかりすることってあるんですよ。なんでかっていうと、それはその時にやっぱ分かってないわけですよね。その問題って言われれば正解があるの知ってるけど、これなんかもだから同じような意味で、その生きられちゃダメって思い込んでると、もうそれだけでなかなかね上達とかその一局に勝つっていうのが難しくなってしまうので、そう、相場を知るっていうのはねとても大事。生きられても OK、 取れてももちろん取れたら分かりやすく OK。 なんでこういうのはね比較的黒がリスクが少ないですよ。白は逆に取られたら負けなんだから生きたら勝ちぐらいのねあれが欲しいんですけど、ただこの場合はそうもなかなかねいかない、生きてもあまり良くないことが多いよということですね。はい、ということで、まあ序盤中盤なんかね入られた時のちょっとそれを糧にしてもらえればと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本当にね毎日多くの方に見ていただきまして感謝しております。チャンネル登録ねまだしてないよって方ぜひともしていただけると励みになります。またね最近コメント高評価などね多くの人に応援してもらえると非常に励みになってね私としてもね非常に続ける意欲になりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。あとですねツイッターなんかもやってますので、ぜひともそちらの方もフォローしていただけると嬉しく思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。